選挙自体がエンターテインメントになっていくるのは避けられないんですね今後の選挙っていうのは広いネットでの印象の動かし合いになっちゃうんですねレベルが下がるのは仕方がないテレビのタレントが何を言ってるのかっていうことと政治家が何を発言してるのかっていうのがどんどん変わらなくなっていく日本で最も有能なやつを政治家にするではなくて日本人の平均値みたいな人を政治家にするので十分なシステムというのが民主主義なんです主な仕事はですね選挙コンサルティングをやってたんです 選選選挙挙挙ににに行行行こここうううそうすると人々というのは驚くほど簡単に操作されることが実験結果で分かってきたこれがあのトランプをです、ね、大統領にしたサイオプ心理操作なんですね。 ネット選挙で日本は変わるかかどうかっていうい話しますね。ネット選挙は解禁されて7月からの選挙投票がコンピューターでも行えるようになったんですけども本質的な違いは何かっていうとこれまではですねつまり新聞とか雑誌とかテレビとかいくらでもあるように見えてほとんどの放末候補っていうのかなほとんど政治家になったんだけども実力もなければ権力もない人にとっては 自分のの発言言いいうのを、ままるるるノーカットで言える場所ななんかない状態だったわけですね。だからその狭いメディアをいかに場所を取りをするのかってイス取りゲームに割と近かったと思うんですよ政治家が何か発言する時っていうのは。ところがその今後の選挙っていうのはこれまでの狭いメディアでの取り合い整理された情報であってコントロールされた情報をいかに流すかだったのが 今後は広いネットでの印象の動かし、合いになっちゃうんですね。これが何かというとあんまり抽象的な話をしてもしょうがないんですけど、ぶっちゃけ顔とか見た目がかなり勝負になってくると思います。ネット選挙を解禁しちゃった。以上、あらゆる選挙活動とかですね。その選挙、立候補の人に対する僕らの印象とかですね。そういう風ものもどん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 つぶやきとか facebook のいいね。とかで流れるようになってしまったら、これはもう。 テレビのタレントと変わりがないわけですね。テレビのタレントが何を言ってるのかということと政治家が何を発言してるのかっていうのがどんどん変わらなくなってくると、ということは10年後にはバラエティのタレントと見分けがつかなくなると思うんですよ。現実にあのアメリカの今の上院とか下院の議員見てください。男も女もかなり見た目がいいやつしかいません。 それで見ると、実は日本のの政治家っいいいうのは、びっくりすす。るらが多でこれが実はいかにこれまで日本の選挙が知的であったかという証拠なんですよ。あんな不細工ばっかりが政治家になれたということは実はこれまでいかに僕らが見た目じゃなくて中身で人間を見てたかという証拠なんですね。見てください本当にアメリカとかですねあとイタリアの選挙とか政治家本当にあいつら何考えて投票してるんだっていうのがわかるんですよね。で とところがです、ね、<laughs> 2世、世の議員とかです、ね、官僚上がりの人たちがネット選挙ありになってくると見た目やとか印象勝負になってきちゃうんですごい苦戦すると思うんですね。でまあ僕の関心はそこら辺にありますでまで、あ、こんなことを言ったら不謹慎かどうかみたいなこと話出るんですけど僕自身は政治家っていうのは誰がやっても同じだと思ってるんですね。という,というか。 あの日本で最も有能なやつを政治家にするではなくて日本人の平均値みたいな人を政治家にするので十分なシステムというのが民主主義なんですよ。民主主義は投票率が高くて平均的な人材が政治に行けば最も無難な結果が出るという大変安全効率のいいシステムなんですね。 やっちゃいいけないことは、選挙に行くのにやたら金かけたり手間かけたりすることと最優秀の人材を政治家に送り込むなんてことをやっても無駄なんですよそんなことをやっても。なので平均的な人材を行かせてで選挙率が高ければいいわけであってですね基本的にはネット選挙の方が僕はコストが安いからです、ね、賛成ですね。たただ、ネット選挙で見た目ととと。かか印象とかが中心になってくると どんどんね、選挙自体がエンターテイメントになっていくのは避けられないんですね。だから、2年後か3年後の日本の選挙というのは、オリンピック並みの国民行事になると思います。今みたいな、この数年間やってるみたいな、今でもテレビのですねゴールデンタイムのワイドショーっぽい番組になってるんですけど、さらにワイドショーっぽくなってきて、娯楽になっていくと思いますね。それは逆に言えば、アメリカの大統領選挙に近くなっていくということです。投票率上がる感上がります。 ネット選挙になれば上がります。そして、上がるということはレベルが下がるのは仕方がないですね。今みたいにブサイクでも政治家になれるという中身の時代ではなくなってくるわけですから、それがいいか悪いかって言えば影響はないです。誰が政治家になろうが、そんなに実は影響がない。それよりは投票率が高い方がまだ安全ですね。みんなが。 えあのやってることに関して自分自身が決定権を持ってるということで、えー、諦めがつくからですね。アメリカのね第45代大統領はヒラリークリントンになるはずだったんですよ。あらゆる世論調査もあらゆる政治評論家もですね、ま絶対にこれはヒラリークリントンだよというふうに言ってたんですね。あとイギリスは国民選挙の結果絶対 EU に留まるはずだったんですよ。日本中で本当にあらゆる評論家がそこに言ってましたしイギリスでもそこに言ってたんですよね。しかしどちらもですね世間とか専門家の予想を大きく 覆す結果になっってしまったと。この二つの事件にですね、同じイギリスの研究所、ものすごい小さい研究所だけど関与してたんですね。ケンブリッジアナリ,アナリティカという会社です。もうこれはあの民営のですね、利益追求の会社、ケンブリッジアナリティカ。名前からしてわかる通り、ケンブリッジ大学の心理学部の近くにある ま、小さい建物あるんですけども、ケンブリッジ大学内にある戦略的コミュニケーション研究所っていうところがあるんですよ。これはあの、イギリスのですね、ジェントリー階級のですね、まあ、あるおじさんが相続して持っていた会社なんですけども、そこの関連会社で小さいところだったんですよね。脳科学とか行動心理学の最新成果をマーケティングに生かすっていうので作られた、当時、発足当時は15人ぐらいのすごい小さい会社だったんですよね。え、ケンブリッジアナリティカ。で、主な仕事はですね、 選挙コンサルティングやってたんですよ。この小さなですね、ケンブリッジアナリティカっていう研究所がですね、トランプ当選ですね、トランプ大統領候補を当選させるために仕掛けた戦略があって、 これがね、めちゃくちゃシンプルで面白いんですね。まずですね、あらゆるですね、投票予備者、投票する人たちをですね、5つのカテゴリーに分けるんですけども、まあ4つだ。最初分けたの4つなんだ。トランプの熱狂支持者に対してはメッセージとして、必ず選挙に行ってください。って送ったんですね。 つまり、トランプを熱狂的に支持してても、選挙に行かない奴もいるので、とりあえずトランプを熱狂的に支持している人、熱心に支持している人には、必ず選挙に行ってくださいで。次に、トランプに対して消極的だけど支持してたり、まだ迷っている人には、民主党がアメリカを悪くした。つまり、ヒラリー・クリントンのいる民主党がアメリカを弱くしたんですよ。わかってますかというメッセージを送る。全く違うメッセージを送るわけです。熱狂的な信者には、何でもいいから、 もうすぐ投票日だもうすぐ投票日だお疲れた楽しみだよ楽しみだよ選挙に行こう選挙に行こう選挙に行こうと言って消極的な支持者には、ひらりに任せたらこの国どうなると思いますか いう、不安にさせるるメッセージを送るわけです。次にヒラリーの熱狂的な信者にはですねどんなメッセージを送るというともうヒラリーの熱狂的な信者で民主党の信奉者なんですよその人たちにはですね女に大統領を任せていいと思うかっていうふうに言ったんですね民主党の支持層の中にも保守派っていうのはいるんですよその人たちの不安を拡大させたんですね女に大統領を任せていいと思うかっていうのは反語的質問というやつでいいと思うかと聞いてるんではないんですねほらあなたも不安でしょという というふうに不安を煽ってるだけなんですよ。ヒラリーの消極的な支持者で自由主義の人、つまり本当のリベラルな人にはどんなメッセージを送ったのかっていうと、選挙より家族だと休日は家族で一緒に暮らすことこそアメリカの自由じゃないかってこんなくだらないトランプとかもヒラリーとかももう両方ともクソだとこんなのどっちが大統領になってもいい。 いいよ。それよりは家族を大事にして、選挙の日には家族でみんなでご飯を食べようよっていうですね、ものすごいメッセージです。ね。これ、単純にこの4種類のやつを分けて送るように、まず最初に戦略を立てたんですね。これだけではですね、まあ、あの、シンプルなので、ここでですね、ケンブリッジア,アナリティカがやったのは、投票するですね、アメリカ国民を約40種類のですね、サイコグラフィックスに分ける。 サイコグラフというのはですね、人格の四大要素、パーソナリティの四大要素、ビッグファイブ。 のですね、各パラメータで分けた区分なんですけども、これはあの聞き慣れない言葉なんですけども、このサイコグラフィックスとかビッグファイブというのは後で説明します。全国民を40種類のサイコグラフに区分けして、それぞれの選挙行動を予測します。さっき言った4種類にプラス1してですね、トランプ熱狂支持、トランプも仕方ないだろうと思っている人たち。ヒラリーを熱狂的支持、ヒラリーも仕方ないだろうと思っている人。そもそも選挙に無関心である。この5種類にですね、選挙行動を分けたんですね。 40種類のアメリカ人のですね、パーソナル分析によるサイコグラフに分けたのに対して、5種類の選挙行動で合計ですね、40×5 でですね、200種類のサイコグラフができた。このそれぞれに200種類のサイコグラフにですね、20から30のですね、サイオップっていうのを仕掛ける。サイオップっていうのはですね、サイコロジカルオペレーションっていう言葉でですね、心理操作というふうに翻訳されています。別名行動マーケティングという、行動マイクロマーケティングというんですけども、このサイオップとかですね、心理 心理操作っていうのは今マーケティングの世界では割と当たり前に使わりとすね。すごいですよね現代のマーケティングではですね心理操作っていうのを「イオプ」っていう言い換えをしてですね当たり前に使われてるんですけども僕らがもちろん見ているってテレビの CM とかそういうふなものにも徐々に徐々にこの再オプが入り出してるんですけども、まあ、この本はそういうのを暴いてるんですね例えばこのサイオプ心理操作っていうのはどんなものかっていうと浜辺にどんな看板を立てるか。 プライベートビーチで浜辺に入って欲しくない時にビーチに侵入禁止という縦看板を立てると。そうするとこのビーチに侵入禁止という縦看板はほとんど役に立たないと。すごい真面目な人はそこで引き返すんだけども大部分の人は 夕日が綺麗だったらそのまま半円にどん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 入っていってしまう。しかし、周囲、サメが目撃されています。サメの目撃情報ありという看板を立てた瞬間に、ビーチに入る人の数は極端に減ると。もちろんゼロになるわけじゃないんだけども、看板に侵入禁止と書くか、サメが目撃されているかという書くだけで、人間の行動というのはこんなに簡単に変わってしまうんですね。サイオープ、心理操作っていうのはこのように、 メッセージによって相手の行動を変化させようとする。そういう操作のことを言います。どういうふうに使うのかというとですね、例えば銃規制に反対するキャンペーン。 アメリカではよくありません、ね。アメリカでは、もう本当に何年に一回か銃社会が悪いんだと。だから銃を乱射して高校で殺人事件が起こるんだと。銃を持つのを規制しようっていう運動があると必ず全米ライフル協会というところからものすごい金をかけてそれに反対意見っていうのをキャンペーン貼るんですけど。この反対意見のキャンペーンの貼り方が新しい経験を嫌って周囲とのつながりを重視するというグループに対しては伝統と家族の価値を重視するメッセージ。これを送ると 強く反応するというのが実験結果で分かっている。だからそういうのを送ると。それに対してですね、新しいことに対して積極的できて、つまりリベラルということですね。で、その代わり協調性には欠ける。周りとはちょっとトラブルを起こしやすいというタイプには、何事も自分で決めないと気が済まないという傾向があるわけですね。で、そういうグループに対しては、女性が自由を持っているポスターを用意して、ビジュアルを用意して、私は自分の自由のために自由を持っている。私がどうするのかにあなたは口を出さないで、そ代かりあなたが自由を持たずに殺さない。 殺される権利っていうのを私は否定しない。まあまあ、そういうですね。割とね、強いメッセージに対して、反応するんですよ。だから。 どんな価値観を持っているのかによって、銃規制に対して反対させるのにもですね、言い方みたいなのがあるんですね。つまり、大衆に向けて、広い大衆に向けて、同じメッセージ、銃持つのはいいことだとか、そういうふうなことをもうやらないんですよ。そうじゃなくて、その大衆を価値観とか偏見とか、その自分の持っている、その伝統的、保守的、革新的、 ラディカル、自由主義。それごとにですね、仕分けをするんですよ。これがサイコグラフです。そういうサイコグラフごとに一番操作できるメッセージを送る、送これがサイオプですね。心理操作です。そうすると人々というのは驚くほど簡単に操作されることが実験結果でわかってきた。これがあの、この本の第2章なんですね。心理プロファイルと陰謀という章なんですけども、もう本当に陰謀論じゃないんですよ。 あった事実が書いてるだけなんですけども、ビッグファイブというのを使ったですね、心理プロファイリングの驚異的な威力が紹介されてるんですけども、これがあのトランプをですね、大統領にしたサイオプ心理操作なんですね。トランプ大統領候補ってヒラリーと何ポイントか負けてたんですよ。で、アメリカぐらいの人口で5%ぐらい票が少なかったら、絶対に勝てないんですよ。5%ぐらいどうにかなるだろうと思ってるかもわかんないんですけども、 あんだけのですね、投票人口が1億を超えるところで5%も違ったらもうね、ブレなんてほとんどないんですよね。だからもうほぼヒラリーで決まってたというか、まあ、まあ、本当に完全に決まってたんですけども、これに対してですね、大衆をですね、タイプ別にセグメントするサイコグラフィックスとそれぞれを行動させる行動マイクロマーケティングというのを仕掛けたわけですね。 では、どのようにサイコグラフを仕掛けるのかですね。まず、アメリカ人はどうやって分けたのかというと、SNS で何にいいねっていうのを押すのか、何をリツイートするのかで、実は人間というのはかなり簡単にタイプを分けされてしまう。10のいいねで同僚より分かるというふうに言われてるんですね。その人が音楽とか、あとあの、本とか映画とか何でもいいんですよ。そのどれに、あ、これいいねとか僕はこれ面白いと思うというのを言ってるのかっていうデータを10個ぐらい集めると、 だいたい、その人が会社で働いている同僚より本人のことが分かると言われています。そのデータが70個集まると友人のレベルを超えると言われているんですね。150で両親より本人のことが分かって、250で配偶者の理解を超えるっていうのが、まあこれはあの一般的なもう説ですね。あの、散々実験されてた検証結果になっているんですけども、 250のデータっていうのはなかなか集まりにくいと思うんですけどもこれサイコグラフのデータ収集をどういうふうにやったのかっていうとそういうアプリをですね1ドルから2ドルのギャラでアメリカの有権者数千人にインストールしてもらったんですよねであのアマゾンとかでですね買えるようにしといてですね 簡単なアプリなんですけどもそれ1ドルか2ドルでやってくださいってあなたの個人的な趣味とかデータを調べるだけですというやつなんですよで当時の Facebook って本人だけじゃなくてその友人のデータもまとめて吸い上げることが可能だったんですよもう今のね a c e b o o k それがダメになっちゃってるんですけどもなので数千人に対して1ドルか2ドルで配ったアプリでですねあっという間に数百万人のデータが集まったといわゆるこれビッグデータっていうやつですねこれでアメリカのの大衆の 数百万人分のデータベースでですね、サイクグラフィックスというのは完成したとアメリカ人の選挙に行く人たちのほとんど全員が一体どんな価値観を持ってっていうのを40ぐらいのセグメントに分けることに成功したわけですね。あとはもうそれぞれの層にどんなメッセージを出すのか、どの時間帯に送るのかなんですよ。人間、それぞれ朝と昼と夜では微妙に気分違うじゃないですか。それごとに違う告知メッセージを送ろうということになったんですね。 有権者の性格タイプが州ごとに違うことも割り出した。例えば、アイオワ州の保守派は、ストイックで世話好きで伝統主義者で衝動的。サウスカロライア州の保守的は、衝動的ではなくて個人主義者が多い。ストイックな有権者へは、伝統価値観、過去行動、結果といった言葉を織り交ぜたメッセージを送るのが有効。 個人主義者には決断や防御といった言葉を含むメッセージが効果的だった。こううのを実験してどんどん検証してるわけですよね。選挙後の分析ではこうした心理的働きかけの結果、トランプの好感度全体で3%上昇させ、投票させるキャンペーンでは有権者の不在者投票の申請を2%増加させた。オンライン広告を見た14万7000人の調査では11.3%がトランプに 反感より好感を持つようになって、トランプに投票する意思があるという有権者が8.3%増加したと。でこれはあのトランプがですね、ヒラリーに対してわずかの差で勝ったことを見たらですね、 これはもうすっごい成功なわけです。ほとんどこれのせいで当選させたと言ってもいいわけですよ。サイオブのもう一つの目的は、ヒラリーへの投票を思いとどませることだったと。Facebook のビデオ広告によってトランプに投票する意思を持つ割合が3.9%増加したんだけども、ヒラリーに投票する意思を持つ割合が4.9%減少させた。その時に大きな効果を発揮したのが、入試記事と全く同じに見えるネイティブ広告。 ステマ広告ってやつですね。非常に神経質だというふうに分類されたカテゴリーの人たちには怖がらせるメッセージが最も効果的。ヒラリーはアメリカを破壊するというネイティブ広告は対象軍より20%も高い効果を出した。中道左派の女性は実はやや保守派。 的という傾向があり、家庭を切り回せないようならホワイトハウスは絶対に切り回せないというオバマのですね、2007年のオバマ・ヒラリーの民主党予備選での発言を文脈から切り離し、夫の浮気に対してヒラリーを揶揄しているようにメッセージも効果的だった。ネイティブ広告はステマ広告ですね、費用が高くついたが、投資対効果は驚異的だったというふうに書いている。 ですね、このようにですねその実はトランプの好感度を上げることに成功したんですけどそれ以上にですねヒラリーの支持層に対してヒラリーちょっと危ないんじゃないか今回の選挙ちょっと嫌な感じがするなとちょっと行くの嫌だから投票に行くのはやめとこうかなという気にさせることに。 成功したわけですよね。まあなかなかすごいやり方なんですよ。それぞれのこの対象者というのは心理操作で結局どのように行動したのかがモニターされてそれはビッグデータとして次のイオープンに活かされるわけですね。一つの州で得たデータでその州でみんな結局どういうふうに行動したのかというのを得たデータっていうのはその次の州のイオープン、心理操作に応用された。さらにメッセージがどん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 精密になって 心細くなる時間帯に不安にするメッセージを送る。元気になる時間帯に、さあ選挙に行こう。選挙より家族だというですね、微妙に変えたメッセージが送られるようになったわけですね。